ハッセルの追悼集会で読まれまして、世界中が涙した感動の詩ですが、その一部をちょっとご紹介をしたいと思いますね。あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたら一言だけでもいい、あなたを愛していると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる、でももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるなどしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということを、愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないこと。だから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していること、いつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんねや許してねやありがとうや気にしないでを伝える時を持とう。そうすればもし明日が来ないとしても、あなたは今日後悔しないだろうからというね。これはサンクチュアリー出版から発売されているようですけれどもね。いいな、そういう愛してる人いる人でも素敵な詩ですね。